はい、皆さんこんにちは。今日はプロクリエイトの使い方を解説していきます。知って得する便利機能ということでですね、皆さんにぜひ知ってほしいいい機能を8つ紹介していきたいと思います。でプロクリエイト初心者の方からですね、ちょっと中級者上級者の方まで、あ、こんな機能あったのかっていう風な発見がある動画になると思うので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。で今日はですね、このアミティ先生のイラスト、ちょっとシンプルで可愛らしいキャラクターみたいなのを描きながら解説していきたいと思います。で今日紹介するのはこの8つの機能になります。で概要欄の方と、あとコメント欄の方にもですね、タイムラインでジャンプできる軸を置いてるので、飛ばしたい人はそこから飛ばしてもらって全然大丈夫です。はい、ということで気合い入れてやっていきましょう。はい、じゃあ早速始めていきます。で一番初めなんですけど、レイヤーについてちょっと話しておきます。でレイヤーパネルっていうのが右上の2番目のボタンですね、四角いボタンがあると思うんですけど、これ今レイヤーパネルっていうのが開かれてる状態です。でここにプラスボタンがあるので、このプラスボタンを押していくとレイヤーがどんどん増えていきます。でこのレイヤーを増やしながらですね、絵を描くとかなり、絵を上手に描くことができます。でレイヤー削除したいときは左にスワイプして削除っていうボタンを押すとレイヤー削除することもできます。でまずはですね、このレイヤー1っていうレイヤーに対して、キャラクターの黒いアウトラインですね、これを描いていくので、ブラシを取っていきます。で今回使うブラシはアミティスクリプトブラシっていう私が作ってるブラシがあるんですけど、それの中のフラミンゴっていうブラシを使います。でこれは結構細めの、華奢な線が描けるブラシなんですけど、これを使って、キャラクターのアウトラインを描いていきます。で初めはですね、あんまり細かいことは考えずにラフに、筆を動かしていきます。もうざっくりざっくり描いていく感じです。である程度描けたらですね、このラインの端っこのあたりとか、今ちょっとつながってない部分があるので、これをですね、消しゴムともう一回フラミンゴのブラシを使ってしっかりこの端と端をつなげていく作業をやっていきます。でアウトラインが描けたら、さっき説明したレイヤーの追加っていうのをやっていきます。レイヤー追加するときはレイヤーパネル開いてプラスボタンを押すと、どんどん上にレイヤーが追加されていきます。で今この黒いアウトラインっていうのはレイヤー1に対して書いてるので、このレイヤー1をですね、一番上に持っていってください。長押ししながら上にグッと持っていくと、一番上にレイヤーを移動させることができます。でここから色を塗っていくんですけど、色を塗るときは今追加したレイヤー2っていうところに対して、服の色とかを塗っていきたいと思います。で色の塗りつぶしをするときなんですけど、まずですね、こんな感じで塗りつぶしたいところをこう縁取って、で今レイヤー2が選択されている状態で、この状態で右上のですね、カラーボタン、これを、放り込みます。そうすると塗りつぶしすることができます。でもう一つですね、簡単に塗りつぶしをする方法があるんですけど、それが基準っていう機能です。で基準っていう機能は、まずベースとなるアウトラインのレイヤー、今回で言うとレイヤー1ですね、これを選択して、その中にですね、基準っていうボタンが下から2番目にあります。でこれを押します。でそうすると今レイヤー1に基準っていうボタンがついてますね。でこの状態でレイヤー3に対して色を塗っていくんですけど、この基準っていうのを設定してると、違うレイヤーにですね、こんな感じで放り投げても色を塗りつぶすことができるんですよ。わかりますかね。ちょっとねややこしいんですけど、このレイヤー1の基準に設定されてるレイヤーを元に違うレイヤーに対して色を塗ることができます。これがね、基準っていう機能です。で例えばこの基準っていうのを解除してレイヤーさんのところに塗りつぶしをするとどうなるかっていうと、こんな感じで全部塗られてしまうんですよね。画面全体的がブルーになってしまうんですけど、これをレイヤー1のところを基準に設定してレイヤー3を選択して色を放り投げると、黒縁で囲った部分のみ、
色を塗りつぶすことができるという機能ですね。ちょっとね、複雑でややこしいんですけど、ぜひ皆さんもご自身の iPad でやってみてください。こういう黒縁でアウトラインを作って、そこの中に色を塗っていくイラストを描くときは、この基準っていう機能がとても役に立つので、ぜひ覚えてほしいなって思います。で、次なんですけど、カラー調整について話していきます。で、今塗った赤色の服ですね、この色を変えたいときは、例えばこうやってカラーピッカーで色を変えて、もう一回放り投げてあげると、違う色に簡単に色を変えることができます。こんな感じでポンって投げ込んであげるだけで色が変わります。で、このやり方でもいいんですけど、私はですね、カラー調整のパネルをよく使うんですね。で、それするときは、今このレイヤー2っていう赤いところが選択されてる状態で、左のですね、上の2番目かな、これ調整パネルなんですけど、この下のところに行くと、色相差異の明るさっていう項目があります。これを選択してください。で、そうするとこの下にですね、スライダーが3個出てくるんですけど、この色相っていうところを左右にスライドさせると、こんな感じですごい簡単に色を変えることができます。これがね、色調パネルですね。で、今色相のところを触ってるんですけど、その右側がサイドですね、白黒になるかビビッドなカラーになるかっていうところと、あとは明るさっていう部分もあるので、この3つのスライダーをいじりながらですね、自分の好きな色に持っていくのをおすすめします。で、このメガネのところも色相パネルを使ってちょっと色変えていきます。はい、じゃあ次ですね、マスクオクリップっていう機能について紹介していきます。で、このマスクオクリップは簡単に言うとですね、ベースの色のところからはみ出さないように塗れる機能のことを言います。で、今これメガネのところを選択してるんですけど、この上にですね、模様をちょっと描いていきます。で、メガネの上に新しいレイヤーを1個上に作って、これを選択して、そこにマスクオクリップっていうのがあるので、これをオンにしてください。で、そうするとですね、ここにちっちゃい矢印マークがつくんですけど、この矢印マークがつくとマスクオクリップをオンにしたというような証拠ですね。で、この新しいレイヤーにちょっとメガネの模様というか柄みたいなのを描いていきます。で、ちょっと薄めの色をとってですね、こんな感じで光のラインみたいな斜線を入れてあげるんですけど、さっきマスクオクリップっていうのをオンにしたので、このベースのメガネの色のところからはですね、はみ出さないようにラインを描くことができます。これね、すごく便利なので覚えておいた方がいいです。で、同じようにですね、この赤い服のところにも模様をつけていきたいので、赤い服の色の1個上にレイヤーを追加して、マスクオクリップっていうのをオンにします。で、ここにですね、違うブラシを取って模様を描いていくと、こんな感じで、赤いエリアからはですね、はみ出さないように塗ることができます。これがマスクオクリップです。で、もう一つですね、このはみ出さないように塗る機能でアルファロックっていうのがあるので、それも紹介しておきます。で、アルファロックはこの赤い服のレイヤーですね、これを選択すると、アルファロックっていうのがあるんですけど、これをオンにします。で、そうするとちょっと格子状のマークがつくんですけど、この状態でこの上からですね、模様を描いていくと、同じようにはみ出さないように塗ることができます。で、これがアルファロックっていうんですけど、違いは何かっていうと、さっきのマスクオクリップっていうのは新しいレイヤーを1個上に追加してそこに模様を描いてたんですけど、このアルファロックは同じレイヤーに対して上から、描いてもはみ出さないように塗れるっていうような感じですね。レイヤーを分けるか同じレイヤーに塗るかっていう違いなんですけど、まあ、ちょっとこれもね、上級者向けの設定にはなってくるので、まあ、使い込んでいってで分かってくるかなと思います。ぜひこのアルファロックとマスクオクリップ2つ覚えてみてください。
で次グループ化なんですけど、今レイヤーがですねこんな感じで色ごとに分けられていて、すごいたくさん増えてくるのでちょっと見づらくなってくるんですね。で1個のグループを作ってあげるとかなりオーガナイズしやすくなるので、その時はですねこんな感じで右側にどんどんスワイプしていってください。これ複数選択ですね。でその状態で右上のグループっていうボタンを押すと、1個のグループにこんな感じでまとめることができます。でこの矢印ボタンを押すと中が開かれるっていうような感じなんですけど、このグループ化をしてあげると後から見てねどこに何があるかっていうのが分かりやすくなってくるので、レイヤーがすごいたくさん増えてきたらこのグループ化することをおすすめします。でこのグループの下にですねレイヤーを追加して、ここにですねちょっと iPad のイラストも描いていきたいと思います。でこんな感じでざっくり描けたんですけど、今 Apple のロゴの位置がですねちょっと左側にずれすぎてるので、これを移動させたいんですけど、その時はですね選択ツールっていうのがすごい役に立ちます。で選択ツールは左上の右から2番目ですね、ちょっとうにょうにょってなってるやつを選択して、こんな感じで囲ってあげます。移動させたいところだけを囲って、でこの状態でですね矢印ボタンが右側にあるのでこれに持ち替えます。でそうするとこの選択した部分だけを移動させることができます。でサイズ変形とかもこんな感じで簡単にできるし、あとは回転とか反転とかもできるので、ここでですね、微調節して位置を決めていきます。こんな感じかな。でこの iPad も色塗りつぶしていくので、さっきと同じようにこの黒のアウトラインのところを基準に設定して、でその下のレイヤーを選択で、ここにですね色を放り投げていって色塗りつぶしをしていく形で最後仕上げていきます。はい、ではこんな感じで完成になります。最後ねサインもちょっとつけて、可愛らしい感じで仕上げていきました。で最終的にレイヤーがどうなってるかっていうと、こんな感じでグループごとにですね、サインとあと iPad とアミティ先生とグループ分けてるんですけど、このグループの中を開くとですねすごいたくさんレイヤーが入っていて、全部色ごとにこんな感じで仕分けてるような形になります。で色ごとに分けることによって、さっきやってたカラー調整を使って後から色を自由に変えたりすることができるので、カラーごとにレイヤーを分けることをおすすめしています。はい、ということでこんな感じでいかがでしょうか。プロクリエイトのことねちょっと分かってきたんじゃないかなと思うので、ぜひいっぱい使いこなしてイラスト描けるように皆さん頑張ってください。で他にもですねプロクリエイトたくさん機能があるので、それはですね再生リストの、私の再生リストのところにプロクリエイトの欄があるので、そこにたくさんチュートリアル載ってます。よかったらそこから見てみてください。はい、では今日は以上になります。もしこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンお願いします。でまだチャンネル登録してない人はねチャンネル登録もお願いできると嬉しいです。ではご清聴どうもありがとうございました。バイバーイ。